サンフェリーチェスルパーナロは、イタリア共和国エミリアロマーニャ州モデナ県にある、人口約1万1000人の基礎自治体。地元の言葉では、以下のように呼ばれる。モデナ県の北部に位置する。県とモデナから北東、約2 8トルミランドラから南東へ約7 5キロメートルシュ州トボローニャから北北西へ約4 2トルフェラーラから西へ。 約3 8トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。その名に反し、パーナロ側は、コムーネの域内を流れていない。パーナロ側はこのコムーネの南方、カンポサントの南を東へ流れ、フィナーレ・エミイリアに至る。サンフェリーチェスルパーナロには、以下の分離集落がある。サンフェリーチェスルパーナロは、ローマ時代からポーヤナカオーブの重要な、 中心地であった。主要に農業を営んできた地域であり、20世紀には農業の産業化が進展した。近年のサンフェリーチェはマジコと呼ばれる仮想カーニバルによって有名になっている。2012年5月20日、この町の付近を震源としてイタリア北部地震が発生した。この地震により、ロッカエステンセが被害を受けた。 サンフェリーチェスルパーナロの主要な産業は農産業であり、穀物、野菜、飼料、ブドウ、果実などを生産している。コミューネの特産品としてはサラミが挙げられる。鉄道の開通以後、この町は定地モデナの商業都市として重要性を増した。他のモデナ県北部の自治体とともに、モデナ北部自治体連合に参加している。 この自治体連合は2003年に結成されたもので、本部はメドッタに置かれている。ありがとうございます。